ヤンスバートプルーク・プレスルヤンスバトプルーク・プレスルは、チェコの動物学者、鉱物学者である。19世紀のチェコの重要な科学者で、多くのチェコ語の学術用語を作った。プラハで生まれた。プラハの修道会学校で学んだ後、医学を学んだ。動物学と鉱物学の助手を務めた後、1818 18年に、オロモーツで2年間、働いた後、プラハに戻り、 プラハ大学で28年間教えた。鉱物学、科学、動物学、植物学などの分野で、チェコ語の学術用語を作ったことで知られる。プレスルの作った学術用語は後に、ボイチャク・サファリックやアリクサンダー・サマー・ベイトック、エミール・ボターセックらによって改訂された。愛国的な活動でも知られ、ヨセフ・ユングマンのチェコ国家復興運動のグループの一人でメンバーと、 国立博物館の創設を計画した。1821年に、チェコで最初の学術雑誌、クロークを創刊した。弟のカレル・ボジボイ・プレスルもプラハ大学の植物学教授で、1819年に、教著で、チェコの植物を出版した。チェコの植物学会の雑誌、プレスリアは、プレスル兄弟を記念して命名されており、シソカの俗名。 プレスギアに懸命されている。J プレスルは植物の学名で命名者を示す場合に、ヤンスバトプルクプレスルを示すのに使われる。ありがとうございます。